スノーマンナウール、目黒蓮は、マジで寝てない、多忙ぶり明かす。スノーマンが、3日放送の日本テレビ系ウィズミュージック、毎週土曜夜7時56分、に出演。ラウールが目黒ハスの多忙ぶりを明かす場面があった。ラウール、目黒ハスの多忙ぶりを明かす、マジで寝てない、この日、メンバー同士が選ぶスノーマンの様々なナンバーワンを発表する、スノーマンのあいつがナンバーワンだと題された企画を実施。目黒は、寝てないナンバーワンに選ばれ、ラウールからは、今アイドルと俳優を両立して忙しすぎてマジで寝てないのが一緒に車に乗った時とかにすごいわかると目黒の多忙ぶりが明かされた。そして、渡辺翔太は、役者のイメージが強すぎて、踊ってるのとか歌ってるのを見るとなんか逆に違和感を感じると俳優としての目黒とグループでパフォーマンスをしている目黒のギャップに戸惑いを感じると告白。MC の松下洸平が、メンバーの皆さんの中でもそうなんですか?と驚くと、ラウールは、作品を見た次の日とかに会って踊ってるのを見たら、え、踊れるの?みたいなとやはりギャップを感じることを口にし笑いを誘った。